一本の魔法のロープがあります。よくご覧になっててください。まず1回結びます。2回目結びます。はい、ここからです。かなり複雑に絡んでおります。えいっと気合をかけるとパラリと取れてしまう魔法のロープなんです。今日は番外編107第6作品魔法のロープ、ようやく6つ目の作品が完成しましたので、今日は皆さんにご覧いただきます。こちらが魔法グッズの手作りカタログです。この中の6つ目の作品です。この袋の中には今使いましたこの80センチくらいのロープと、それからこのような解説書が入っております。こちらが蝶々結びが消える、こちらが忍者結び、2枚入っております。じゃあどんなマジックができるのか見ていただきますね。はい、まず蝶々結びが消える。はい、このように蝶々のような形をしております。そしてこの中にさらに紐を通すと、かなりきつく結ばれているようですが、えいっと気合をかけると一瞬のうちに結び目が消えてしまいます。これが分かりやすく解説してございます。さらに忍者結び、これは昔忍者がこのような結び目を作ってお城に忍び込んだという伝えから忍者結びと言われております。1、2、3、はい、このように一瞬のうちに結び目が3つできました。さらにこの結び目にロープの端を通していきます。そしてで息をかけますと、これが取れてしまうわけなんです。はい、こちらの魔法グッズ、ぜひ、はい、魔法グッズのですね、説明欄の方からクリックしてみてくださいね。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、笑顔の花咲くマジック教室からお届けしました。皆さんぜひこれを活用してください。